本当なんだったら決まって嘘かの夜には聞こえてくるんだよ。聞こえてくるのは分かったよ。一体何が聞こえてくるって言うんだ。まさかお勝さんが男を引っ張り込んで何してるって言うんじゃないだろうね。バカ言うんじゃないよ。この子お勝さん一体いくつだと思ってるの。あら、年なんかいくつだっていいんじゃないの。女は死ぬまでって言うじゃない。あのね、お勝さんちはイチタちゃんをはじめ4人の子供がいるんだよ。子供持ったってイチちゃん二十歳を過ぎて、そんな子がいる家男を連れ込むかい。バカだね、あんたたちは。あのお勝さんがそんなことするわけないじゃないか。違うんだよ、私が言ってるのは。お足だよ、お足を数えている声が聞こえてくるんだよ。え、夜中に銭感情。あんた、それずっと聞いてるの。聞くまいと思っても、こんなボロ長屋壁一重なんだから聞こえちゃうじゃないか。ボロ長屋に悪かったね。あれは、家主さん、そんなところにいらっしゃったんですか。何を知られらしい。あんたたちが洗い物を始める前にいましたよ。そういや、最近大家さん、なんか影が薄くなったと思わないかい。ほんとほんと、うちへ家賃を取りに来る時だって足音一つ聞こえないんだもん。まるで、これか。おいおい、縁起の悪いこと言うんじゃないよ。それより、お勝さんがどうなったんだよ。よしさん、今日は晦日だよ。じゃあ、今夜もやるのかい、銭勘定。やらないわけはないだろう。毎月決まってるんだから、もう2年越しってもの欠かしたことがないんだから。けどさ、人の家の銭勘定気にしててもしょうがないじゃないの。確かに、もしおよしさんが死にかけたからって、あの一家が助けてくれるわけでもなし。どうしたんだろうな。何がです、おやさん。あ、いやな、おかつさんも前にはあんなじゃなかったんだからな。確かにね、私もあの一家があんなにケチだとは思わなかったよ。そうなんだ。涙もろくて気のいい、よく人の面倒を見る神さんがさ、亭主に死なれ女でね、5人の子供を育てながら、そりゃあ子供たちも遊ばせちゃおかなかったけれど、自分たちが会をすするような中でも困っているものがあれば決して見ちゃいなかった。必ず何かしてやった。へえ、私はここへ越してきてから日が浅いから、そんなお勝さん以下は知らないわ。まあこの頃のことじゃない、随分前の話だからね。いや、家主さんもお勝さんの前では肩なしだったからね。ねえ、そうそう、よくやり込められていたよ。お勝さん口出しちゃうからね。そうなんだ、相手が誰であろうとこっと思ったら負けるもんじゃなかったけれど、気のいいのと人のために尽くすことではこの界隈で知らないものはなかった。へえ、そうなの。おたみさん、確かに昔はそうだったよ。けど昔のことを百万遍唱えても、つってケチで銭儲けの申し訳にはならないよ、大家さん。まあそれはそうなんだが、あそこは一家6人全部で稼いでるのよ。長男の市田大工、次男は左官、三男の三郎はこの間までモテ振りしてたっけ。今何をしてるか知らないかい、おきみちゃん。確か魚河岸へ行ってるんじゃなかったかな。そう、魚河岸よ。まだ17だっていうのに、あの子は随分やり手のようで、今では再取りみたいなこともやっているそうよ。へえ、仲がいいよね。そういえばあの子は向こう先見るのが早かったね。それから娘のおさんちゃん、それがお勝さんと競争で、仕立て物でも作る間も時物張り物何でもやってのける。おまけに末っ子の七之助、あの子まだ6つか7つでしょ。それでさえ道から折れ釘であれ真鍮であれ一文にでもなると見れば拾ってきて、くず屋だ古金屋なんぞに売りつける。一家6人揃ったあの稼ぎぶりは見てるだけで気持ちが悪いよ。そりゃまあ稼ぐのは結構よ。でも貧乏人には貧乏人の付き合いがあるじゃないか。貧乏人同士は隣近所が親類だ。
お互いが頼り合い助け合わなければ貧乏人はやってはいけない。そうだろ、おたみさん。そうよ、お互い助け合わなきゃ。太平の時のことか。そうよ、あの時のことよ。おふくろさんは長患い、太平さんは仕事場で足をくじく、小さいのが3人、どうにもしようがなかった、うん、そこで長い衆が相談して、みんなでちょっとずつお金を集めることになった。大家さん、忘れちゃいないでしょ、おたみさんが世話役で大家さんと一緒にお金をもらいに行ったこと。そうよ、年の暮れの、それこそ誰もがビタ一文でも惜しい時だったけど、みんな気持ちよく出してくれた。ところがあのおかつさんのとこだけは違った。そうだったな。おかつさんはまず、皆さんはいくらずつですかって聞いたんだ。それで私はいくらいくらと決まっちゃいない、できるだけ出し合っているんだと言ったら、そうですか、じゃあうちはこれでとよこしたのが、なんと20文だった。それで私はカッとしたから、ハケ屋のばあさんだって20文出してくれた。お宅では一家揃って稼いでるんだから、もうちょっと色をつけてくださいなって頼んだら、なんて言ったと思う？なんて言ったんです？はあ、今思い出しても腹が立つ。大家さん、なんだから言ってやってくださいな。そうですか、それで不足ならよしてください。うちが一家揃って稼ぐのは、そうしなければ落ち着かないことがあるからそうするんで、シャレや道楽でやってるわけじゃないんだから、こう言ったんだ。けじめを食わされた上に道理を突っ込まれたってわけね。おたみさん、あんた怒ってたね。怒る以上に尺に触ったから、20も叩き返してやったんだ。そしたら長屋中が相談して集めているもの、あんたの一存で突っ返してもいいものかね、ときたもんだ。道理を突っ込まれたってわけね。ああ、前にはあんたが泣けたからな。そうだよ、前には自分たちの口を詰めても他人様の面倒を見る人だったんだよ。だから余計腹が立つんだ。どう間違ってあんなに稼ぐのかさ、私が壁越しに聞くだけでも相当溜め込んでいるような塩梅だよ。今ね、この周りの長屋の一帯でも買い占めるつもりじゃないのかね。大家さん、気をつけなきゃ。そんなことはないだろ。何言ってんだい、女があのくらいの年で思い込むと、それこそびっくりするようなことをやってのけるのよ。あら、おさわさん、自分のことを言ってるみたい。その時、陰で聞いていた謎の男が一つだった。誰もそのことに温めてはやり、もう済むけど持たないかもしれない。はい、おかつ
に置いてあるため塗りの小箱から出して紙包みを整理しながら、さあできた。父はよく稼いだね。ほらこれだけあるよ。みんなそれ、みんなおやんだ。そうだよ、みんなだよ。いくらだ？日出頭50だね。ぶっきり雨なら10万も買えるね。あ、温まってよ、持っていきましょうか。あ、持ってきておくれ。暑いから気をつけてね。待ちかねた。さっきから肌がグーグーなんてしょうがなかったんだ。ガツガツするんじゃないよ。てえな。いいじゃん、二郎たちもそれぞれを並んでよそいだね。一度は美味しそうにうどんを食べる。七之助、食べ終わってお願いする。さあ七ちゃん、見に行こうか。母ちゃん、起こしてね。あいよ。きっとだよ、あんちゃんが俺のこと押し出しちゃうんだもん。おいおい、俺はそんなことしないぞ。あいや、大丈夫だよ。母ちゃんが寝るときにはきっと起こして抱いてきてあげるよ。うん。どうなった、母ちゃん。おさん、当たり箱を持ってきておくれ。はい、母ちゃん。ありがとう。だいたいまとまったらしいね。今やってみるけど、大体これでまとまったらしいよ。言いながら筆を取り、5つの紙包みに銀玉を引き加えて、それを別の小紙の裏に移し取って、さらにしまどりながら総計を取る。そろばんがあるといいんだけど。そろばんか。どうしてもそろばんが欲しいね。ごちそうさま。ごちそうさま。さあできた。いくらだ。最初に決めたのにちょっと足りないだけだよ。源さんはいつ出てくるんだったっけね、あんちゃん。来月の17日だ。それなら十分間に合うよ。足掛け3年だったけど、やる気になってみれば案外できるもんだね。お母さん、紙包みを見守った。一太も、次郎も、三郎も、お三も一緒に一時きちんとその紙包みを見つめた。母親の言葉とその紙包みとは、彼らの中に共通の考えを呼び起こしたようで。ご苦労だったね。みんな、ありがとな。じゃあ、寝るよ。おやすみ。それだけかよ。じゃあ、俺らも寝るよ。あ、おやすみ。おやすみ。珍しい。珍しいわね。うどんが残るわよ、お母ちゃん。明日の朝、おじやりすればいいよ。片付けはいいから。寝ておしまい。片付けてから寝るわ。私がやるから寝ておしまい。朝が早いんだから。それとすまないけれど、今夜はしっと寝てやっておくれ。じゃあ悪いけど、そうさせてもらうわね。あ、お三が奥に去り、後片付けを手早く済ませておかずや、安穏な片方に覆いをかけて火鉢のそばに座る。建物を広げた。母ちゃん、寝なくちゃダメだぜ。ああ、今寝るところだよ。言いながら針を取り上げた。おかつがいくらも針を運ばないうちに、サブローが出てきた。ダメじゃねえか、寝なくちゃダメだよ、母ちゃん。参っちまうぜ。ああ、寝るよ。これの区切りをつければいいんだから。どうしたんだ。母ちゃん。うるさいね。これは山田屋さんから日芸を切って頼まれてるんだからね。もう少しやっておかないと間に合わないんだから、そんなにうるさくしないで寝ちまっとくれ。だって母ちゃんだって疲れてる。うるさいったらうるさいよ。何だよ。母ちゃん、部屋の中が静かになる。晴れ一重となりから酔っているらしい男の声、
するつもりだろう。寺の鐘が9つです。遠くで柳沢屋が通って、お母さんは先生に気になります。その時下手の勝手口で胸を取らせ、目を覚ましたお母さんはそっと立ち上がり、勝手の方を、手拭いで頬かむりをした男が入ってくる。おかつは男の震えているのを感じた。男はまだおかつに気がつかない。静かにしておくれ。大きな先輩が3人いるんだ。目を覚ますといけないから。分かったかい。静かにしろ。騒ぐとためにならねえぞ。私は静かにするよ。騒ぎはしないから座っとくれ。ごめんなさい。ああいいよ、今戸を閉めてくるから待っておくれ。いで寝言はサブのなしか。あとは心配して、いつかの時期はほらほら、みんなが起きてきたらどうするの。戸を閉めてくる間ぐらい待てないのかい。金を出せ、早くしろ。ああいいよ、少しくらいならあげるから。ともかくそこへ座りなの。ふざけんな、舐めやがると承知しねえぞ。お金はあげるって言ってるじゃないか。取ってくやしないから、座りな。ああ、お前さんお腹が空いてるんだろう。残り物だけどうどんがあるから温めてあげようね。よしてくれ。ごまかそうとそうはいかねえぞ。ごまかすかどうかは見ていればわかるよ。ほら、早くしろ。そんなものは食いたかね。早く金を出せ。一言聞くけれど、お前さんまだ若いのにどうしてこんなことするんだい。食えねえか。仕事をしようったって仕事もね、親兄弟も親類も頼りにするものもあれし、ね、食うことができねえからするんだよ。なんて世の中だろうね。本当になんて世の中だろう。お上には学問もできる偉い人たちだってたくさんいるだろうに、去年の御改革からこっち、大商人の他はみんな不景気になるばかりで、このまま行ったら貧乏人はみんな飢え死にするより他にしようがないありさまじゃないか。そんなことは聞きたかね。出せと言ったら早く金を出したらどうだ。分かったよ。箱ごとよこせ。そんなはした金が欲しくて入ったわけじゃねえ。箱ぐるみこっちへよこせ。そうかい。私は3人のせがれを呼び起こすことだってできたんだよ。でもそうしなかったし、今もそうしようとは思わない。またお前さんがどうしても欲しいというなら、これをそっくりあげてもいいよ。でもその前に、これがどんなお金かっていうことを話すから聞いておくれ。話と言ったってそうはかからない。うちの一太という長男は大工だけれど、仕事場の友達で源さんという人がいたんだよ。今から3年前、
姉さんが金に困ってつい悪いことをした。嫁をもらって1年半子供が生まれかかっていた。それだけじゃない、他にも運の悪いことが重なって、どうしても異様な2両ばかりの金に帳場の金を盗んでしまった。私は長男からその話を聞いた。あそこから出てきても源さんはもう元の職には帰れない。あそこの飯を食ったということはご府内にすぐ広まってしまう。農業の世界は狭いものだから。私は源さんという人を知らない。あんちゃんの他は誰も知らないが、みんなも気の毒に思ったことだろう。それで相談するんだが、牢から出てきて困らないように源さんに仕事をこしらえてやりたい。それも熟練を要することはダメだし、私はおでん、神酒の店がいいと思うんだけど、みんなはどうだい？いいけれど、元手はどうする？みんなで稼ぐのさ。6人揃って稼げば2年6ヶ月の間にはそのくらいの元手はたまると思う。え、おらんか？父はこの間迷子の犬を拾ってきて、おらの飯を半分やるから買ってくれって言ったじゃないか。今度は犬じゃない、人間を助けるために。そういう気持ちになれないかい？なれるさ。おら飯は半分にするよ。けっ、チビがそう言うならみんな文句なしだよ。ありがとうよ。あ、あんちゃんが頭下げた。明日は雪だ。それから一家揃って稼いだ。来るもの着るもの、長屋の付き合いまで切り詰めた。自然近所の評判は悪くなる。路地の出入りにも、いやーいケチンボと子供たちが悪口を言う。だがみんな決して相手にならず、辛抱して稼ぎに稼いだ。こうして2年5ヶ月が経った。空き棚も見つかり、敵を撃つことになっている。これはそういうお金なんだよ。お前さんが入ってきたとき、私はゲンさんのことを思い出した。根っからの悪人なら別だけど、この不景気にひょっと魔が差したのかもしれない。もしそうなら話してみよう。そう思ったから騒ぎもせずに入れたんだ。それでも持っていくというのなら持っておいで。どこへ行くんだい？帰るんだよ。帰るって帰る家があるのかい？帰るところがあるのかい？帰るあてもないのにただここを出て行ってどうするつもりさえ。いいから座ってうどんをお食べな。それから相談しようじゃないの。こんなことも多少の縁のうちだろうからね。なんかお食べな。
まだ一人くらい割り込めるし、仕事だって三人のせがれに探させれば何か見つからないもんでもないからね。そう、私が頼むよ。何も言わずに今夜からうちにいておくれ。見慣れない男の人が出入りしているね。そうなんだよ。何でもお勝さんの遠い親戚で笠間の方から出てきたらしいよ。毎朝一田さんと一緒に新馬へ出かけているよ。大工見習いをやってるらしい。七之助ちゃんが優さん優さんって甘えているのをよく見るよ。今度は七人で稼ごうってことかい。その銭儲けの話だけれどね、私たちはケチンボだのしみったれだの言ってきたけど、そうじゃないんだよ。どういうこと？それがさ、大家さん、あんた見たって言ってたろ。その時のこと話しておくれよ。いやな、この間立川を渡って緑町へ出かけた時にとんでもないものを見たんだよ。なんだいとんでもないものって。まさか、お勝さんが色男と歩いてた？お前さ、まだそんなこと言ってんのかい。そんなゲスな話じゃないんだよ。いや、実はな、綺麗に不審し直した秋棚からお勝さんが出てくるところ見たんだよ。え、じゃあ何かい？お勝さん、この長屋を出ていくっていうのかい？そうじゃないよ。話は最後までお聞きよ。大家さん、さっさと最後を話してよ。最後だけ話したってわけがわからないだろ。理屈はいいから話しなさい。はい。だからさ、その空き棚から出てきたお勝さんとばったり見つかったんだよ。今さらじいさんが女と見つかったって何が生まれるってのまあまあ、お二人さん、混ぜっかいさないで行きましょうよ。それで？で、わしは聞いたんだ。あんた、こっちへ引っ越すのかいってね。そしたら、お勝さん、大笑いしてね。あんないい長屋を越すもんですか。あたしは死ぬまでお世話になりますよ、大家さんって言うんだ。もう嬉しいじゃねえか。やっぱりお勝さんは気の優しい人だったんだ。ああ、絶対ね。いつになったら肝心の話をするのさ。分かってるよ、話すよ。じゃあお勝さん、この棚借りて商売でもするのかいって聞いたら、飽きないするの私じゃない。それから詳しく聞いたら、何でも牢屋から出てくる人を助けるためらしいんだよ。牢屋？それじゃあこの3年間あんなにガツガツ稼いでたのこのためだったっていうのかい？そうだろう。私は花からそう思ってたんだよ。よく言うわ、あんなに悪口言ってたのに。それでさ、その牢屋から出てくる人ってのが今日出てくるんだってさ。今日？
何か言いたそうにおかつの方を見つめている。気づいた、おかつだ。どうしたの？おばさん、言いにくいんだけど、約束だから言うんだけどね、俺のことみんなと同じようにしてくれないかな。おや、同じようにしないことでもあるのかい？弁当のことだけど。ゆうさん、真面目に断ったはずだよ。こんな貧乏だから不足なこともあるだろうが、それでも。違うんだ、そうじゃねえんだ。おばさん、ほら、不足を言うんじゃねえんだ。俺の弁当だけ特別になってる。仕事場でいっちゃんと一緒に食べるから分かるんだ。俺のは飯も多いし、おかずも多い。おばさんは客扱いはしないって、みんなと同じにするって言ってくれた。なのに弁当を開けるたびに、やっぱ俺は他人なんだなって。ああ、悪かった、管理しておくれ。でもそれは客扱いでも他人行儀でも何でもないんだよ。ゆうさんがあんまり痩せて元気がないからって、おさんがね、心配してやってることなんだよ。おいらは痩せてるって。私は話を聞いたから。ゆうさんがどんなに苦労したか知ってるよ。それ痩せもするだろう。でもまだ24という若さ盛りなんだから、これからなんだから。おさんがね、もう少し太るまでゆうさんの食を多くしたらって。おさん、もうちょっと肉がついたらみんなと同じようにするから、それまで辛抱しておくれ。おさん、すまね。俺はこんな気持ちになったの初めてだ。泣くのは勘弁だよ。初めてだ。ほら、生みの親にもこんなふうにされたことはね。なんだって？生みの親がどうしたって？ゆうさん、私はそれだけは聞き捨てがならないよ。だっておばさん。だってもクソもないよ。私は生みの親を悪く言う人間は大嫌いだ。金持ちのことなら知らないよ。金持ちなら子供にしたいことでもさせてやれるだろう。貧乏人にはそんな真似はできやしない。食べたいものも食べさせてやれないし、着たいものも着せてやれない。遊び盛りの子を子守に出したり、骨も固まらない子にしじみ売りをさせたり、寺子屋やる代わりに走り遣いへ追い回したりするだろうけど、けれども親はやっぱり親だよ。もしできるなら、貧乏人だって親の気持ちに変わりありゃしない。できるなら身の皮を剥いででも子に何かしてやりたいのが親の気持ちだよ。それをできない親のつらい気持ちをお前さん一度でも察してあげたことがあるのかい？悪かった。俺は悪かったよ。子として親を悪く言うような人間は大嫌いだよ。母ちゃん、母ちゃん、ゲンさんが来るぜ。今、あんちゃんたちが荷物持って緑町の方を案内方々回ってくるよ。荷物つったって米光と風呂敷包みの2つっきりだよ。シッチ、余計なこと言うんじゃないよ。おさ、塩持っといて。はいよ。イッサたちがゲンさん夫婦を連れて出てくる。ゲンさんの妻、おあきは赤ん坊を背負っている。さあ、着いたぜ。燃料はいらねえ、上がってくんな。さっき見たゲンさんの家では汚ねえぜ。当たり前だ。あの店の造作はあそこの親さんがうちの母ちゃんの息に感じて振る舞ってくれたんだ。一と俺はなんて言ったらいいか。それ何すんだよ母ちゃん。あんたがゲンさんですね。ここで言っときますけどね、この敷居をまたいだらそれであんたは綺麗になるんですよ。今の波の花で嫌なことはすっかり消えたんだから、こっちに入ったら今までのことはすっかり忘れて
新しく生まれ変わった源さんになるんですよ。あった。さあさあ入ってください。ほら遠慮しないで。どうぞ。青木さんどうぞ。源さんどうぞ。ほらよいしょ。真ん中どうぞ。すげえぞ、酒がつくんだな、母ちゃん。酒なんて言わないでおくれ、ほんの形だけのものなんだから。それにしてもすげえや。じゃあ俺は大きいので行こうかな。まさか一本切ったわけじゃねえだろうな。決まってるじゃねえか、酒を飲むとご祝儀だ。すると一本切ったわけか。じゃあ俺は小さいので行こうかな。サーブ行って。もう恥ずかしい。怖いよ。第5番前の場から数時間後、皆の前のお膳は片付いている。今日俺はこんなにしてもらって、さっきおばさんが言ってくれた新しく生まれ変わるんだっていう言葉がなんかこうここに落ちたっていうか、そのすみません、この人普段から口下手で自分の思いを誰かに分かってもらうことができないんです。だからあの時も事情を言って金を借りると言ってたの。おかみさん、昔の話はしない約束ですよ。あ、そうでした、すみません。つい口が。今話したように緑町の棚は明日からでも商いができるようにしてあります。それからこれは商売にたどり着くまでの贈与、三月分見てあるから足りると思うけど、もし足りないときはまた何とかしますからね。そばにまでしてもらっちゃ。ありがとうございます。じゃあこれはお預かりして。おきさん、それは違うんだ。え、その金は源さんのものだ。借りるんでももらうんでもない、正真正銘あんたたち二人のものなんだ。そうですよ、あんたたちの悪い巡り合わせと3年間の辛抱がこのお金になったんです。おめでとう、ゲイさん、おかみさん、どうか商売に精を出してくださいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、おつもりにしようかね。あんちゃん、みんなで緑町まで送ってやんな。うん、そうしよう。おさん、子供を頼むぜ。分かってたよ。俺も行くよ。行くぞ。よいしょ。いっちゃん、俺残るよ。おばさんに話があるから。夫婦を見てて思ったんだけど、物にはキリってのがあるし、もう半月以上世話になってて、あんましいい気になっても。ゆうさん、お前さん、うちにいるのが嫌になったのかい。冗談じゃねえ、とんでもねえ。そうじゃねえんだ、ほら、あんましいい気になって迷惑かけてるから。迷惑、いつ誰が迷惑だなんて言ったんだ。それにしたって見ておくれと頼んだのは私の方じゃないか。それにしたってこんなに長くいたらダメだろ。ゆうさん、お前さん、勘が持つようになったんだろ。3日前からさせてもらうようになった。いっちゃんが言ってくれたらしい。
この年では無理かもしれねえが、ほら、精一杯やってみようと思う。つまり目処が立ったんだろう。立派なことじゃないか。あんちゃんの話だと小頭も物になりそうだと目をかけてくれているらしい。ここで本気を出せば一人前の職人になれるかもしれない。お前さんにとって大事な時なんじゃないのかい。そんな大事な時にここを出ていくって、それじゃあ私たちの気持ちを踏みつけるようなもんだよ。おっさん、これはどう言っていいかわからねえ。ほら、源さんの家を見た。源さん一家とあの子供を見た。源さん一家があの家で落ち着くんだと思い、それがどうしてそうなったかを考えた。そして俺思ったんだ。この上俺までがみんなの荷物になっちゃいけねえ、それじゃあ申し訳ねえって。またおばさんには叱られるかもしれねえが、ほらこの家に厄介になってから初めて本当の親兄弟と暮らすような気持ちになれた。本当なんだ。叱られてもいい。俺にとっておばさんは本当のおかさ、みんなは本当の親兄弟なんだ。できることならほら一生この家に置いてもらいたいんだ。それじゃダメだ。あんまし迷惑かけてるから。ゆうさんもくどいね。あたしだってくどいことは嫌いだよ。他人は泣きより血肉を分けなくたって、親子兄弟の情があって一緒に暮らせば情も生まれるもんだよ。ゆうさんが進まないからと出て行って、それで私たちが平気でいられると思うのかい。おばさん、もういいよ。それじゃあほらこの家にいていいんだろうか。Yeah.